スイスのバー。この名で呼ばれるものの最も典型的な形式を持つ、バーとは酒場、飲酒店のことである。イギリスではこのスタイルの酒場をパブと称する。類似故障にパブがある。日本でバーの看板を掲げる場合は、カウンターでカクテルや水割りなど種類を提供する店舗が多く、種類を提供する風俗店や娯楽を提供する店でも、 バーを名称に用いる場合が散見される。日本では、グラス一杯ずつ提供するバーを、和製英語で、ショットバーと称する。カクテル以外の種類で、主に、焼酎を提供する焼酎バー、ビールを提供する、ビアバーなどもある。ビリヤード台を備えるプールバー、ダーツを備えるダーツバー、スクリーンゴルフを備えるゴルフバー、などは酒だけでなく、競技を楽しむ目的でも利用される。 スポーツ観戦用に大画面テレビなどを備える、スポーツバー、鉄道バー、ラジコンバー、新宿ゴールデン街などで、作家や出版社の編集者らが集う分断バーなどの他にメイドバー、ガールズバー、ボーイズバー、シングルスバーなどもある。酸素バーは酸素を提供する施設で、飲酒有供施設ではない。酒場としてのバーの語源は諸説ある。 下記はアメリカにおけるバーの歴史に結びついた説である。ありがとうございます。